ちょっこんにちは、さゆうたかさん。はい、なんか久しぶりにここに出ましたな。久しぶりやな。撮影になりましたけれども、なんか体調壊したんだって。そうなんですよ。やろ、すいません、まあ、食中毒というか胃腸炎みたいになってしまって、ああ、もう大変でした。寄せたね、ガリガリになったの。本当ですか？全ですよ、ガリガリって言われたみたいですけど。ああ、はい、いやでもなかなかちょっと撮影できない間に、うん、いろんな野球界でもそうだね、動きあったね。動きありましたよね、うん、で中でも梶谷選手は、はいはい、巨人行きましたね。巨人行ったね。なんかそういう話ってどっかなんか漏れてたりとかありました？まあ、DeNA でさ、ずっとやってて、まあ、ぬるま湯に浸かってるような状態、まあ、14年間お世話になってるからさ、はい、やっぱこうまたこう新たな環境で、うん、まあ、頑張ろうかなっていう話は、まあ、聞いたけどね、聞いたことはあるけどね、はい、まあ、そういうので、まあ、移るという、はい。でこれ4年で8億円ということで、うん、背番号が13、そしてなんか巨人はやっぱり1番で使いたいっていう。まあそうだよね、うん、まあ大体、まあ、梶谷ってさ、はい、一番嫌いなんだよ。え、嫌いなの？そうなんですか？一番バッターっていうの嫌いな、なんだよ。はい、まあ、今年慣れたからね、うん、まあ、そういう面では、まあ、活躍してくれると思うけど、はい、ただあいつクリーンアップも打てるしね、十分、はい、勝負強いし、うん、巨人でね、まあ、そこに伴って巨人は大変だよね。いや、そうですよ、うん、まあ、なぜかというと、横浜さんに選手を、まあ、出さなきゃいけないということで。まあ、そうだね、はい、今実はファンの間で、はい、プロテクト28人誰が入って、好きだね、そう、誰が外れるのかっていうのが、そうだね、ツイッター、SNS でも盛り上がっていて、うん、まあ、そもそもプロテクト そのルールというのは、プロテクトリストというのはチームの支配下選手の中から28人を選ぶと。まあ、ブロックだよね。そうです、そうです。この選手は取っちゃいけませんよという。で、はい、育成選手や今年のドラフトで指名された選手、そして外国人枠に入る選手はこれはもう対象ではないと。で、そこでさ、はい、高木恭介が契約して育成選手になっちゃったよね、いきなり。はい、そのこれはなんか不可解な動きだなっていう。育成選手は取っちゃいけないわけだから。そうなんです。だからそういう球団の駆け引きっていうのもあるみたい。全部育成に一旦しちゃえばいいのになと思うけど、ね、だから例えば変な話ですけど、もう例えばね、坂本選手も育成にしちゃうとか、ゴークの育成選手だ。すごいですよね。で、まあ、球団によってはその金銭保証を選択するパターンっていうのもあるんですけれども、まあ、今回はおそらく選手を横浜は選択するだろうと。まあ、金銭もあるけどね。はい、もちろん金銭でというのもあるんですが、まあ、その中で今ちょっとツイッターとか SNS ネットでこれ、ね、もういろんな、ね、予想が出てるわけよ。すごいんですよ。まあ、まあ、絶対にもうプロテクトされてる選手っていうのは、例えば今の時点では例えば菅野投手であったりとか、まあ、菅野はメジャーのあれだから、まあ、メジャーに、はい、行くからもあれとしても、だからもう絶対っていうのは坂本、岡本、丸だよね。ですよね、この3名は。この3名はどうしたってブロックするよね、はい、で投手でも例えば戸郷投手であったりとかは、まあそうだね、もうプロテクトされますよね。その当落場にいたりとか、この人によってプロテクト入りにしてる選手、そうじゃない選手っていうのが出てきていて、例えば、うん、亀井選手をプロテクトしてる人もいれば、亀井選手を外してる選手、ファンの方もいるんですよ。いやだからここら辺はね、やっぱ球団との駆け引きだよね。まあ、例えば、加盟の年齢とかさ、はい、年俸を考えると、はい、やっぱり横浜さんは取りにくいんじゃないかなっていう、はい、で横浜は外野手に優秀な選手がいるから、はい、まあ、代打で加盟に1億を払うかっていうとさ、やっぱそこはリスクが高いし年齢も高いしということで、はい、外す可能性はあるよね。巨人側が取らないだろうと思ってですね。そう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 。だって内海と長野、そう、持ってかれたじゃん。持ってかれた。外して取らないだろうと思ったら持ってかれちゃったからさ。はい。まあ、未だにね、まだ帰ってきてないですから。そう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 。そういう苦い経験もあるじゃないですか。まあ苦い経験でいうかさ、はい、だからまあ万が一取られてもまあ仕方ないかっていうぐらいのことはあるよね。はい、あと結構楊大観選手は。ファンの方は外してる人がほとんどだったんですけど、これは、いや楊大観もさ、はい、やっぱり日本シリーズ見ても、はい、もう構想から多少外れてるよね、うん、だってベンチ入りもできなかったしさ、はい、で、まあ、パ・リーグ出身で日本シリーズで、
パ・リーグ出身の選手を並べるかなと思ったら、まあ、そういうことも原監督してなかったし、うん、まあ、陽大館というのは年俸も、ね、ある程度高いからね、はい、取りづらい、だから外す。陽大館選手の場合はこれ横浜が取るとなると差額分を払わなきゃ、差額というか、まあ、差額っていうか年俸を払わなきゃいけなくなっちゃうから、うん、そこまで横浜はリスクを負ってまでっていうこともあるんですかね。まあやっぱそうだよね、うん、まあましてやさっきも言ったように、はい、横浜外野手が結構優秀な人間がいて、はい、まあ、いらないでしょ。いませんか。いらないと思う、俺はいらない。そうか、 あと野上投手も皆さん外してるんですよね、プロテクトされないだろうって。まあだって戦力として見らしてないもんね、もう。そうですよね、まあ、アキレス腱を切ったのかな、はい、まあ、そういうアクシデントもあったにしても FA してから成績残せなかったでしょ、はい、だからこういう選手は取りづらいよね。そうですね、取っても使えるのかどうかっていう、そうそうそう、そういうこともあるしね。あと櫻井投手も結構ファンの方外してます、プロテクトから、うん、だから28人ってプロテクトするって言ったらさ、はい、誰かこの選手も漏れて、この選手漏れるのっていうような選手はいるよね、うん、いや、だからいるんですよ。そういう意味ではピッチャー陣を考えた時に、はい、まあ、先発も含めて中継ぎ、まあ、若手の有望感、うん、そんなことを考えると櫻井ってどっちつかずなんだよね、うん、先発やらしても途中降板、はい、中やらしてもフォアボールを出して打たれるという、うん、ただボールの力だとかさ、はい、持ってるものっていうのはやっぱいいものあるから、うん、外したくはないんだろうけどさ、はい、他の人の方がやっぱ成績も残してるし、はい、だからそういった意味ではファンの目から見ると、うん、桜井は外してるかなっていうふうには見るよね、うん、俺も桜井は外すだろうなっては思う。あ、思いましたか。あとはその増田選手、それから、重信選手、うん、あと例えば立岡選手なんかを外しているファンの方もいるんですよね、うん、まあ、立岡は外すよね。あ、まあ、そこはだって立岡の代わりに松原が出てきてるし。そうですね、あ、だから、まあ、重信も、まあ、面白い選手だけど、うんうん、はい、だからここら辺は重信をプロテクトするほどじゃないと思うんだよね。ほどではない、うん、ただ増田っていうのは原監督がやりたい野球の申し子だと思うんだよね、はい、後半に、うん、だからこの選手は外さないと思うんだけどさ。あ、じゃあ巨人側は外さないようにしてるんじゃないかなっていう豊さんは予想、うん、で DeNA は課題としたら足だから、はい、うん、やっぱこうあれだけ打てる選手がいて、はい、ホームランも出て、うん、で何が足りないかって言ったらスピードだから。そうですね、だからスピードのある選手は多分取りたいと思うんだよ、はい、あ、じゃあまさに増田選手、だから増田が外れてるんだったら増田、はい、重信外れてるんだったら重信、はい、こういった選手をこう注目するかなっていうふうに思ってるんだよね。ってことはこれ巨人もし外してたらまあしょうがないかな、いいかなっていうふうな思い、うん、取られるとは思わずに外してるとかそういうことではないっていうことになるんですかね。どうなんですかね。だから28人ってさ、うん、すごく、まあ、一軍登録のメンバーだよね、はい、だから一軍登録のメンバー確定してる人間たちはなかなか外しにくいよね、うん、それプラス駆け引きだよね、うん、DeNA がこの選手は取らないだろうって、まあ、例えば中地とかさ、あ、中島選手も、ね、登録上に皆さんしてるんですよ。いや俺も登録戦場だと思うよ、はい、おそらく外すと思うんだけど、はい、やっぱり年齢的なことと考えると、うん、やっぱ取りづらいよね。まあそうですね、うんうん、まあ、勝負強いバッティングもあるけども、はい、でも打てる選手よりもやっぱ走れる選手が俺は欲しいと思うんだよ、はい、DeNA は。ということは中島選手タイプの選手は欲しくないってことですよね、うん、考えると、うん、そうそう。あと、うん、小林捕手を外してる方がいるんですよ、ね、いや小林はやっぱ取るよ、もし外れてたら。もう小林は1億円でしょまあ、 発表されてるのがね、はい、取りたいよね。でも横浜はじゃあ正捕手として使うと思う。使いますか、うん、もう足ではないですけど、だって打てる選手はたくさんいるから、はい、DeNA は、はい、ね、だから打たなくてもいいんだよ、うん、で三浦になったでしょ、はい、三浦が2軍の監督をやって1軍に来た、うん、ある程度ピッチャーに目星をつけてる選手っていると思うんだよね、はい、ピッチャーの監督は、うんうんうん、そしたら無理してピッチャーを抱え込むよりは、はい、
やっぱこう足でっていうことを考えると、うん、やっぱ増田が外れたら増田、はい、増田がプロテクトされてるんだったら重信とか、はい、そういう選手だよね。選手を三浦監督やコーチ陣は取るんじゃないかと、まあ、守備固めと足、はいはい、これがやっぱり必要だからさ、まあ、例えばオースティン、はい、佐野に対しても、うん、やっぱりこう勝ちゲームに関しては守備固めも必要だし、はい、でもまあ守れる選手も DeNA はいるけどね、うんうん、いるけど、でもそういうことを考えていくと思う、うん、だから伊能も抜ける。そうですね、うん、はい、でこれは人的保障ないんだけどさ、はい、だけど伊能を抜けて、でも大貫とか、うん、ああいう選手がこう育ってきてるしね、右ピッチャーは、はい、だからピッチャーは取らないかなっていうような気がするんだよね。あ、ピッチャーはじゃあ取らなさそう、うん、ただね、平っていうのが、はい、以前そうですよね、人的保障で DeNA に来て15勝ぐらい上げてるんだよね、貢献してるんだよね結構ね。だから、まあ、そういう意味では桜井っていうのはワンチャンあるかもわからないね。そうですね、うん、これ DeNA がもらえる選手っていうのは1人のみっていうことになるんですか。そんなことないだよお前2、3人抜かれたら巨人もたまったもんじゃないよ。そうですよね、そうですよね、梶谷選手もらうからみたいな。でもこの制度っていうのはさ、どう思う。俺はやっぱり巨人に、うん、はい、巨人が頭を下げてね、入れてやるから来いって言ったわけじゃない、ドラフトでお前が欲しいからドラフトしてみたいな、はいはいはい、そういう選手、うん、それをもうプロテクトから外して、どうぞっていうよりは、例えば FA で取ったら来年のドラフト1位の権利を横浜に譲るとかさ。あ、選手ではなくてってことですよね。そう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 、権利という。だから入る前にそうやった方が選手の気持ちはいいじゃない。これ外れた選手はなんかね、だってさ、まあ、長野とさ、宇都宮だって寂しい思いしてるよ。そうですよね。だって宇都宮なんて巨人でエースでやってて、はい、で成績が落ちたら出される、はい、取られる、うん、で長野だってドラフト2回蹴ってやっと巨人に入って、はい、プロテクター外れて広島って俺何のために巨人入ったんだっていうことになっちゃうじゃない。そうですよ ね、だからここら辺のルール改正も俺は考えた方がいいと思うけどね、うん、ちょっとこのプロテクトっていうことに関してってことですよね、うん、そう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 、うん、まあまあ現行のルールだからさ、はい、まあ仕方ないけども、でもまあなんていうの、うんうん、今名前の上がった人たちは、はい、まあ想像するに当落線上で移る可能性があるよね、はいはい、あ、うん、じゃあ今名前に上がった豊さんが名前に上がった重信選手だったり増田選手あたりであったり、あとね小林選手なんかも、うん、もしかしたらまあ、小林が外れたら小林、うん、ね、増田が外れたら、うん、小林がプロテクトされたら、うん、増田が外れたら増田、はい、まあ3番手に重信かな。じゃあこの辺りが一体どの選手が外れて、はい、DeNA はどの選手を持っていくのかもちょっと注目してみます、うん、まあ、駆け引きがね面白いと思います、はい、はい。